試合を決めてくれました宮崎選手です。いやもうストライク、来たら振り行こうと思ったんですけど最後の最後まで迷いました打った瞬間というのはどうだったんですか足は良かったやべえことですやべえことチームとしてはこの目の今年はサヨナラ勝ちですが宮崎選手は6月のカープ戦に続いて2度目のお配りしました。あまりまた、つなげてくれて、チャンス回してくれる場面が多いので、もうダメだった。それと今は追い立つにチームが上ってきまして、5カード連続の勝ち越しです。そして区切りの50勝になりました本格的に夏が来て明日から8月明日に向けて報告をお願いします、8月が一番、大事な月になってきますので明日から気を引き締めて頑張りたいと思います。アイラブ・ゴーをお願いしたいと思います。いきます。 Go! 宮崎 I love you!